本日はご対応のところ、当社株主総会にご参加いただき、誠にありがとうございました。改めまして、株式会社浅かりん代表取締役社長の山田光太でございます。株主総会に引き続きまして、中央説明会を開催させていただきます。短い時間ではございますが、株主の皆様にぜひ共有させていただきたい内容として、当社の社税、 それに紐づく2つの経営の軸そしてリブ再生事業の意義と進捗を中心に本日はご説明をさせていただきますそれでは早速事業説明会を始めさせていただきます当社の社ャは豊かな創造性を発揮し社会貢献を果たすですこれを実現することが企業としての 存在意義でありこの社税を軸とした事業活動を通して朝刈県の得意とする再生技術を生かしその価値を提供してまいります事業における価値を提供するため当社として重視しているのが社員一人一人が豊かな創造性を発揮することです社員それぞれの持つバックグラウンドや考え方の違いにより 同じ社会課題に対しても違う視点からアイディアを発想することができます。それを各事業へ活かすことで、当社から社会へ提供する価値を拡大していきたいと考えております。事業を通して社会へ貢献し、企業としても一人の社員としても自己実現を叶えていく。 企業と社員双方の成長を促すことで、社税の実現、すなわち企業としての存在意義を果たしてまいります。そのために、事業への創造性を発揮できる、したいと思える環境を整備するなど、人的資本の基盤を整え、事業活動としての基盤を 強化してま,いりま,すまず人的資本の考え方から共有させていただきます。軸として掲げているのは社員一人一人が豊かな創造性を発揮できるようやりがいを持って仕事に取り組める環境を整備し事業を通じた社会への貢献による自己実現を促すです。 この軸に沿い、現在考えられる重要課題に対応するよう、前期に行った施策、今期行う予定の施策が、それぞれ一つずつございます。一つ目が、事業と社員の成長スピードを加速するために行った人事制度改革です。これは、チャレンジした人材に対して、適切な評価と報酬を与えるための基準であり、 チャレンジや多様な考え方の促進、従業員エンゲージメントの向上などに寄与するものです。二つ目が、当社が求める人材を育成するための基本的な教育体制、体系の構築です。人事制度改革に合わせて再定義した当社の求める人材像を社内に定着させること、それによる チャレンジする組織風土の醸成を図っていく考えです社員それぞれが自身のやりたいことやなりたい姿をイメージしやすくすることで自律的なキャリア形成を促します人的資本に関しましては今後も新しい施策を定格実行してまいります 続いて事業活動の軸についてご説明いたします。当社は資源の可能性を再発見し循環させるという普遍の価値観のもと循環型社会の実現を目指し事業を展開しております。社会課題を解決するために事業活動を通して当社から提供する価値は一言で表現すると再生技術 になります主力事業である貴金属事業環境事業では放物資源の枯渇問題や採掘による周辺環境への悪影響温室効果ガスの排出などを解決すべき社会課題と捉えています当社の再生技術により本来であれば廃棄物として捨てられる資源を再度資源として 利用すすることができます特に、素行である環境事業では、製造メーカーより使用済みの廃液を回収し、再生することで、再び製造メーカーで使用できる溶液としてお戻ししています。また、その過程で得られる副産物は、下水や工場排水の浄化剤として使用でき、 環境負荷の低減に貢献しております。このように廃棄されたものや使用済みのものに眠っていた可能性を再発見し、社会の輪に戻していくことが当社が提供してきた、そして今後も提供していきたい価値だと考えております。我々浅香利県は新たな事業の創出も検討、 計画、そして事業化を進め、10年後、20年後という長期的な視点からも、循環型社会の実現に貢献していきたいと考えています。これは現在事業化に向け注力しているリブ再生事業についても同様です。 リブ再生事業で重視している社会課題の一つ目は、自動車由来の CO2 排出量を削減することです。左の図で示すのは世界平均気温の変化であり、メディアでも報じているとおり、上昇し続けていることがわかります。その原因となるのが大気中 CO2 濃度の増加であり、排出量を増やしているのは 人間活動による影響が大きいと発表されておりま,すまた2020年10月には閣議決定でカーボンニュートラルが宣言され2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることが掲げられましたその中でも、えー、注目したのは私たちの身近にあふれる 自動車から排出される CO2 です右の図は日本における運輸部門の CO2 排出量内訳を示したものです図の通り運輸部門全体のうち86%を自動車全体が占めており日本全体の CO2 総排出量でいうと15%を占めます CO2 はじめ温室効果ガス排出量を削減する手段として各国でも政策として掲げているのが自動動車の電動化です日本でも自動車の電動化が政策として掲げられており具体的には2035年までに自動車販売割合のうち電動車を100%にするとしています。 左の図は世界の電動車保有台数予測を示しており、ご覧のとおり、右肩上がりに拡大していく予想です。日本も政策に掲げているように、電動車の普及は進んでいくものと考えておりますが、ここで課題となるのが、電動車に搭載するリチウムイオンバッテリーにまつわるものです。リリチウムイオンバッテリー 以降、リブと呼びますが、これは電動車を動かすため、電気を充放電する役割を持つ電池の総称となります。電動車の普及にはリブが不可欠ですが、製造に必要な原料を供給するのに課題がございます。リブに含まれるリチウムやコバルト、ニッケルなどのレアメタルは、鉱物資源として、 採掘がが必要になりますが中南米やアフリカなどの政治的リスクがある国から産出される偏在性産出量が少量であり抽出が難しいために希少とされている希少性これらの要因により必要なレアメタルの供給を安定化させることが求められています。 ここで、アサカリ県の持つ再生技術を活かして提供したい価値というのが、再びリブ原料へ再生することにより、電動車の普及へ貢献すること、ひいては CO2 排出量の削減へ貢献することです。当社はリブを再生し、再びリブの原料として水平リサイクルするバリューチェーン、 いわゆるメーカーがリブを製造する過程で排出する法定廃棄品や使用済みの廃棄されたリブから電池の原料であるリチウムやニッケルコバルトといったレアメタルを回収しそれらを再度リブに使用できる原料にまで再生するというものです。 これにより、前述した CO2 排出量の削減や資源の安定供給といった社会課題の解決に貢献していきたいと考えております。この考えは、リブ再生事業の事業化を目指した2019年当初から根底にあったものであり、さらなる CO2 排出の削減や 高回収率が実現できるプロセスとするため、研究開発に注力し、改良を進めてまいりました。その結果、リチウム回収率が EU 電池規則の2031年の回収率目標を国内初で達成したため、今年の8月10日にプレスリリースいたしました。 図でお示ししているのが本プロセスのポイントとなります。リチウム、コバルト、ニッケルの高回収率を達成したこと、CO2 排出量を大幅に削減できること、将来のハイニッケル化を見据えた量産技術であることの3点です。特に今回お伝えしたいのは 高回収率の達成と CO2 排出量の大幅削減の2点となります1つ目に独自の薬液循環工程を確立できたことによりコバルトニッケルのほか技術的に難しいリチウムの高回収を可能にしました e u 電池規則は非常に厳しい回収率や リサイクル率の目標を定めており、この目標を早期に達成できたことは大きな意味があるものと考えております。また、リチウムの2031年の回収率目標達成は、これまでに国内での報告はなく、国内初の事例であると認識しております。二つ目に、薬液循環工程においてグリーン電力を活用することにより、 鉱山から資源を採掘、生成する場合と比較し CO2 排出量を大幅に削減することができます社会課題として挙げていた CO2 排出量の削減に貢献したいという考えを実現できるプロセスになっております当社がリサイクルしたリチウム、コバルト、ニッケルを原料として製造されたリブは 2021年12月に電池メーカー様より鉱物資源由来の原料から製造したリブと比較しても同等レベルであると高い評価をいただいておりますまた経済産業省の蓄電池に関する補助金についてリサイクルの分野では当社のみが採択を受けておりますいずれにおきましても 当社の技術力やリブリサイクルに関する取り組みが評価されたものと捉えております。最後になりますが、リブ再生事業に関しまして、昨日プレスリリースをいたしました。プライムプラネットエナジーソリューションズ株式会社様との共同開発契約締結についてご紹介させていただきます。 同社はトヨタ自動車株式会社様とパナソニックホールディングス株式会社様を株主とする社債用電池製造メーカーでございますリブの製造過程から発生する工場破剤や使用済みのリブを原料とした低 CO2 リサイクルプロセスの共同開発を目指していくものですこれにより 循環型社会を実現しし排出量の削減に貢献してていいきたいと考えております本日は当社の社ャからリブ再生事業の現状まで含めご説明させていただきました。朝刈り県は創業から50年以上経過しておりその歴史の中でもリブ再生事業は最大のチャレンジといっても 過言ではありません私は現時点においてこの新規事業は順調に進捗しているものと考えております持続可能な循環型社会の実現に貢献する企業であり続けるためこれまで以上に従業員一丸となって努力してまいります今後ともなお一層のご理解ご支援を賜りますよう お願い申し上げます以上で事業説明会を終了とさせていただきますご清聴誠にありがとうございました